オに音楽スタジオに来てくれるっていうのが、ね、やばいよね、はい、いやでも本当にあの今回その、まあ、瀬戸崎さんに連絡した時にちょうどレコーディングとかいろいろやってて、うん、4月22日にリリースする予定のシリーズを作ってて、うん、あそうだ前回あの CD 出した時も報告してるからちゃんと連絡しなきゃと思って、うん、もう全然瀬戸崎チャンネルに出ようとかそういう気持ち全くない全くない状態でもう連絡してさんあの CD 出すことになったんですよですよって送ったんですよね。それで来たんですよって来たんですよ。あそうなんですねって、えじゃあ佐々木チャンネルでプロモーションすればって言っていいんですかいいんだでももういいんですかって言ったんですよ。いつ出ても大丈夫ですかって言ったらいつだったら大丈夫ですよって言って、じゃあ僕もキャンプとかあるんでじゃあ3月とかにしますかみたいなね。あそうそ の, あのキャンプって言われた時もあどっかでキャンプするのかなと思ってネトマリどこまでバラエティーだそういう撮影もあるのかなみたいな。キャンプって野球のキャンプですよね。でも去年東京出てこられたんですよね。そうです。それまでは高知、はい、まあ、四国メインですよね。四国のメインに動いてたんですけど、はい、でもなんで高知にしたんですか。まあ、あるアーティストとあの中野にかりゆしごちゃちってアーティストと全国回ってる中で僕らめちゃくちゃ貧乏生活してて、もう公園で寝泊まり、まあ、もちろん本当ですか、はい、それこそキャンプですね。俺ら毎日キャンプしてたんですよ本当にであの公園の、まあ、手洗うところでちょっと体拭いたりとか、そういうのに全国回ってる中で、コーチだけものすごい応援してくれて、お前らもういいよ、寝てくれ、寝ていいよとか、飯食っていいよとか、すごいおもてなしを受けて、じゃあの僕ら有名だったらまた絶対帰ってきますのでっていう中であのメジャーデビューしたんですよ。だからその時に東京、大阪も考えてたんですけど、コーチに行かんといけんだろ。でそこでまあいろいろホールとかメディアもあのいろいろ取り上げてくれて、毎年1500人のホールでやれるようになったんですけども、あのそこから東京行くの本当にね距離が遠い。高知に行ってから東京に出てくる前に何年ですか。2002年にマウントして高知に行って、ね、丸々6年いましたね。6年いたんですね。そう10年ぐらいは沖縄で活動してた。そうで沖縄からいざ行こうってなったのが高知 で高知で丸6年活動させてもらって、はい、自分らの夢というか、はい、そこを目指すにはもうみんなで東京行こうって言って、うん、東京で去年の4月末、はい、で1年だからもうちょっとしたらちょうど1年ぐらいですか。じゃあ東京に行ってそう反対はなかったんですか。東京に行こう、誰が東京に行こうって言い出したんですか。その6年もいて東京に行こうって言ってたのは自然と、うん、もうその高知とあの徳島とか、うん、もうやることは全部やって、うん、とことんやって、うん、次にステップアップするためにステップアップするときに、うん、東京っていうときに不思議と高知の人も、うん、もう行ってこいってなったんですよ。背中押してくれたね。でその、うん、僕もあのサウナとか好きなの でそこで毎回おじさんたちに会うんですけど、その高知のおじさんたちがお前らいつまで高知にいるのお前ら売れたいんだろってだったらお前東京行ってこいって勝負かけてこいっていう言葉もたくさんあって、そこで多分自然とその判断になって今も東京で中心で活動してますけど。誰も反対しなかったですか。誰もなかったですね反対。じゃあ行こうっつって、はい、で東京出てきてやばいっすよね。どうですかどうですか東京は誰も反対ないっていうのもまたやばいっすよ。いやいやそんなことないでしょ逆にね普通は、いやもう僕この年だからもうそろそろやめてくとなるかなと思ったらみんなで行くんか、わかった行くんだ行くんだこいつらバカなんだしかも引っ越しの時にあの2トン車借りて、はい、みんなで運転しながら、はい、東京まで高知から来たんですか。そう、はい、冷蔵庫も全部積んでね。全部積んで、ただその高知でトラック借りたんでトラック返しに高知まで運転しました行ったね、二人でそう、涙の別れで行ってらっしゃいって言われてまた帰ってくるすごい、空のトラックって揺れるんですよ荷物が入ってないから揺れるんだ。そういうのもありましたけど、でも東京出てきて1年、どうですか、はい、想像通りですか、それともなんか難しかったですか。お客さんめちゃくちゃ高くて、うん、すっごい必死に応援してくれる人がいっぱいいて、うんうん、全然思ってる東京と違うと、うん、まあ、ただあのそう同じ業界内で、ね、飲んだりしたらやっぱあ結構みんなギラギラしてるなっていうのがありますけど、あみんなあめっちゃ笑顔の中にあギラギラしてるな、えそんなにお金欲しいか、あ偏見偏見いやまあでも本当にお金
かける分その分やってくれるっていうのがやっぱ東京だと思うんで、うん、今も本当に名前を売るのがもう一番の目的なので、うん、いろんなところで失ってライブやってますけども、うん、東京は広がるのが早いと思うんです。ストリートやってもね、結構人集まってくれて、うんうん、じゃあなんか想像以上ですか。そうなんですよ。一つ決まったんですよ。なんと東京でホールコンサート決めちゃったんですよ。もうすごいじゃん。まだ1年も経ってないのに。そう、バカですよね。バカです。そうなんですよ、ね。でもまず新曲が発売されるんですよね。うん、そうですそうです。それちょっと、はい、ぜひ。はい。ちょっと。これはちゃんと本業ですもんね、僕はね。俺かよ。はい、4月22日にフルアルバムという、はい、フルですね、はい、CD を出させてもらいます、うん、このアルバムがですね、この間の本当にキャンプの時期に僕ら沖縄に行って沖縄のレコーディングしたんですけど、ね、うん、佐々木さんのモンパチって分かりますか。はい、分かります。はい、はい、モンゴル800の、はい、ドラムの高里さんが、うん、一緒になってこう僕らと楽曲作ってくれて、レコーディングも立ち会ってくれて、いろんな人が絡んで出来上がるアルバムが4月22日に、うん、チャレンジャーというアルバムのタイトルで出ますので、本当にチャレンジしてるアルバムになってます。でそのアルバムを引っ提げて、はい、あの6月28日の日曜日に、大手町三井ホールという、うん、あのまあ、東京の中心地のちょっと600人ぐらい集まるホールがあるんですけど、うん、そこで初の、俺らが東京来ての初のホールワンマンライブがありまして、そう、はい、いろんな大人の方にですね、この、ジャーバーボンズの状況だと、うん、このホールはやめときなさいって、だけどもう俺らは絶対こう埋めると成功させるっていうことでちょっと背伸びしてでもあのこのホールを取ったので、ぜひこのチャンネル見てる方も、はい、佐々木さんも、はい、ぜひ遊びに来てください。ぜひお願いします、はい、詳しいことはね、ジャーバーボンズのホームページ、そうですね、はい、ぜひ見ていただければね、全部詳細書いてますので、はい、ぜひ遊びに来てください。